こんにちは、こんばんは、ポナーチャンネルやです。ポナーポナー、本日もプロスペース実況頑張っていきたいと思います。本日の企画は無課金契約書一気引き動画ー。スクショしちゃったはい、ということでついにやりました、やっちゃいました。ということで、まあ、今回は、まあ、シリーズ2のね移行があるよということなので、まあ、あの毎月貯めるわけではないですけど、今月無課金でも契約書一気引き100連以上貯まりました。しかもやっていこうと思います。いや、もうこれ大人気企画なんでね。しかも無課金アカウント結構なんか注目してもらえてるみたいで、なんかメインアカウントより伸びがちょっといいんですけど、まあ嬉しいんですけどね。はい、ということで、まあ、100件以上ね溜まっているので、もうこれをバチバチ引いていって、シリーズ2になったねプロスペの選手たちでさらなるチーム強化をね狙っていこうと思います。で、ちなみにこのテレビ CM 放送記念スカウトも引こうかなと思ってます。はい、ということでね、無課金アカウントでももういつもと同じルールでね、まあ、B ランク契約書はもう先に引いて、でゴールドと A ランクを5枚ずつ引いて、S ランクとか S ランクの確率とかの契約書を最後に引くっていう形でねやっていこうと思います。まあ、もうこの流れはねいつものルーティーンなんで、まあ、なんでとか思う人もいるかもしれませんけど、まあそういうもんだなと思ってね見てもらえたらいいかなと思います。それでは無課金アカウント契約書一気引きと S ランク確定のガチャやっていこうと思います。はい、ということで、契約書一気引きに入る前に、まずこっちのね、10連ガチャをね、回して、景気づけをしてから、入ろうかなと思います。いやー、なかなかないね、機会なんでね、無課金は S 取れるの。まあ、これシリーズ2確定ですから。いやー、2人以上欲しいな、できれば。さあ、行きましょう。さあ、いいよ、いい演出来てますよ。よいしょ。いやー、いいじゃん、いいな。マジで、全部出てんな。あ、全部は出てねえかも、この時点で。あら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 、急に調子よかったのに。あら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 、もう全然さっきまでは何だったのって感じになってますけど。おっ、いや、させー継承できる。今一応限界突破4かな、34ぐらいで、まあ、ほぼもう極みまで持っていけるんで、やっさあ、これでけえ大当たりだ、いきなり。いい、幸先いい。これマジで2枚、3枚あるんじゃない？ 3 枚あるんじゃない？ないかな？おっ、うわ、いや、また出た王の選手、シリーズ1、シリーズ2、アニバ全部揃いました。やべえ王の選手、S 出すぎなんだよな。やべえわ。やべえやべえ、4枚はないかな、ないと思うけど。あー、すげえ神引け、無課金でこれはえぐい。さあ、ラスト、まだこれが、ここが確定分ですから。さあ、はい、うわー、ピッチャー湯気選手、めっちゃ出るじゃん、ピッチャー。まあ、湯気選手はまだ若手枠っすよね、大卒、社会人卒、そんぐらいだった気がしますけど。いや、 S ランク3枚、えぐい。はい、ということでこの後は契約書一気に、何年あるか分かんないけど、引いていきたいと思います。はい、ということで B ランク契約書引き終わりました。全部で39件の B ランク契約書があって、72枚だと思ったら一応10連もあったんで、81、だから120連ですね、ちょうど120連無課金アカウントで貯まりました。120連めちゃめちゃいいじゃないですか。っていうか、この時点でもう所持選手オーバーするんで、ちょっとどうしようかなって思ってます。はい。ということで、ちょっとね、自チームがね、どこで引くか悩むんで、まあ、日本ハムで、オリックス、ソフトバンクあたりでいいかなと思うんですが、まあ、ちょっと適宜ね、変えていこうかなと思います。とりあえずゴールド5枚、A ランク普通の5枚いきます。アニバーサリー契約書ね。普通の A を最初のを中心に引いていこうかなと思います。分かりづらくなるね。じゃ、申し訳ないですね。はい、ということで、最初の10連いきまーす。スッと。よいしょ。さあ、無課金アカウントからは、S が出るのか。出てほしい。出てほしい。出ないかもしれない。あ、ロペス選手いいね。うわ、対談コンビだ。悲しい。
あ、野々本選手。いいっすね。いや、これ、おお、浅村選手。浅村選手よく出るな。これはゴールドから出たんじゃないか、今。なんか1枚多い気がすると。1、2、3、4。あ、そんなことなかった。そんなことなかったです。ちゃんと A ランクは A ランク出てましたね。はい。で、ちょっと自チーム避けつつ。てか、先にあの10連引いちゃいますか。ゴールドの10連。さあ、じゃあこのね、ゴールド10連引いていきましょう。さあ、どうだ？さよならのチャンス、微妙です。これは美味しくないね。これはちょっとな。お、 A ランク、 A ランク1枚か。ちょっと悲しいね。まあでも確率で言ったら多分そんぐらいなんだよな。お、アニバーサリー契約書第2弾がありますね。さあ、また A5 枚、ゴールド5枚いきます。30連目。さあ、どうだ。長打です。長打。おっ、さあ、何枚目に来る。おー、クリア選手無課金で来ちゃったよ。ここが糸原選手、セカンドな。山田哲人選手取ったばっかなんだよな。阪神のキャプテンですね。いやー、ゴールドから来ちゃったね。お、デラロサ選手メインで来てください。あとは、まあ、2枚と、おお、堂林選手かっこいい。お、吉田正尚選手は限界突破に使えるね。ただシリーズ1なんでね、ちょっとこの辺から難しいっすよね。無課金の限界突破もどうしていくのかっていう。中村選手なんかめっちゃ出た気がするけど、1、あ、まあ S が1枚出ただけか。いやー、ゴールドからいただいちゃいましたね。うまい、うまい。なんか普通の A ランクが少ない、普通の A ランクが少ない気がする。ちょっと先にゴールドババーって引いちゃいますか、じゃあ。さあ、ゴールド7枚ぐらいと A3 枚ぐらいです。ちょっと覚えてないわ。いやー、ゴールドから来たからなー、でも。長打です、長打。いやー、ゴールド積めばいいってもんじゃないかな。もう1枚出ちゃったからなー、もう確率的には。は A かな。若月選手、おー、若月選手も限界突破4ぐらいだぞ、もう。いやー、 B が多いな。ダメだった。多分 A からしか A 出てないっすね。渋い。ちょっとゴールド一掃させたいです。ゴールド一掃します。ゴールドで10は余裕であるでしょ。やばい、自チームどこで引くかマジで悩む。結構、結局運だからな。ゴールド余裕で10枚ありますね。ゴールドいきます。ちょっと自チーム A なんか考えながら引きます。ゴールド来てくれ、ゴールド来てくれ。長打は A ランクだよっけ。あ、うーわ、やばい。はあ、無課金アカウントやばいんだよな、やっぱり。なんか運めっちゃいい。うわ、しかも A ランクも出たし。来たか。おお、めっちゃ A 出んじゃん。中川選手、おっ、うわ、平選手めっちゃ今日いいピッチャー当たるな。ただ A ランクがな、ないんだよな。いや、いい。ただ母体を持ってる持ってないはだいぶでかいですよ。え、あ、増田選手、やばない、これやばすぎるでしょ。全部ゴールド契約書よこれ。じゃあやば、やばすぎるでしょ。言葉を失うレベルだわこれ。いや、無課金アカウントマジでやばい。残りのゴールドと自チーム契約書マジ悩むんだよな。 A ランク柳田選手出てんのか。ソフトバンクで引いても全然ありなんだけど、ソフトバンク S ランク持ってないんだよな実は。いやー、今ね選手名鑑見てめちゃめちゃ悩んだんすけど、一旦ソフトバンク柳田選手狙いでいきます。自チーム5枚ぐらいかな。柳田選手5枚で取れるかな。1、2、3、4。残りはね日本ハムで引きたいんですよね。
とこの自チーム5枚とゴールド5枚あるかな、あ5枚ありましたの10連でいきます。ソフトバンク引きかな。さあいきます。柳田選手結構割と1点狙いに近い、これは極みにしたい。まだね、今の段階だと A ランクも揃ってないんで出る確率は結構高いんですけど、まあ B ランクはねちょっと渋そうでしたね。ほい、まだ選手、ほい、甲斐選手、ほい、お、あミスった、あミスった、これあミスった、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 あミスった、これあミスったもういいややらかした。これがあるんですよね、まとめ引きの怖いところはね。まあもう何がミスったのかはもう皆さん分かると思うんで言わないですけどね。あーミスった、ミスった、千賀投手 S 持ってね、もういいや。はい、もうね怒ったことは忘れます。はい、次和田選手ラストです。うわーやらかしたー、アニバーサリーの第2弾もったいねー。いつもはね巨人一択なんで特に気にしないでやっちゃってるんですけどね、これが怖いねー。残りアニバ第1弾こそ柳田選手取りに行きます。で代打の切り札って誰だったっけ、代打の切り札はあ中井選手だ、中井選手取りに行って、で、残りの自チームは日本ハムで引きます。宮西選手と有原選手狙いで、さ、もうこの辺からラストスパートですかね。7連引きます。さあ来てくれ頼む。もう S はいいんだよな、もう A 欲しいわ、狙ったとこの。今日 S 出すぎなぐらい出てるもん。ああクモン選手か、頼む。おー西川歩き選手、あと1枚ラスト、中島選手コース、自チーム運ねえなー、残りは B かな。近藤選手、んなんか分かりづらいな、日本ハムの選手4人出たぞ。自チーム A が4枚あった、あ4枚あったか、残念。ということで柳田選手中井選手取りに行ってきます。ほいと柳田選手、ほーい中井選手というところで OK です。で残りもう自チーム確定とかないよね、自チーム確定がないんでもうこのまま引いちゃいますか。でまず確率を1,2,3,6,7,7枚で S ランク確定が、あまあ5枚あるんですけど選択契約書は、ギリギリ引くので4枚ですかね。ということで、120年なかったね。まあいいや。まあ120年ってことにしといてください。大体ね。それでは、確率参る。確率、来てくれ、確率。頼む！まあ、渋い。渋い！マジかー。お、来たー来てくれた。さあ、どこで行きますか？このまま満塁ホームランだったね。さあどこで、ここ来た、おお清宮選手、個人的に応援してるんで好きです。いいね清宮選手。さあ2枚目来るのか。さあ A ランク京田選手、4枚目、源田選手、あ源田選手、源田選手の A が全然当たらんから強化できん。さあ5枚目、おーこう柳選手。さああと2人来るのでしょうか。 S ランクどうだ6枚目、うーんおお今永選手も嬉しい、今永選手も S この前当たったんだよね。さあ確率ラスト、ラスト、おっよし来た継承できる、ライト出たんですよね。うわしかも 10% からありがとうございます。こっちは 30% っすね。吉田正尚選手でかいな、限界ってやっぱ4ぐらいかな、3ぐらいなんだけど継承しますかね。ベスト9タイトルホルダーがね、あるからな。さあ
ということでラスト S ランク4枚ですね。このシリーズ2確定のやつ先に引けばよかったってのもちょっと思いますけど、まあいいでしょう。ラスト4連、いや無課金アカウント動画長くなってますね。ラストです、4連どうぞ。お、いいよ、ここから。うわー、いい、やっとこの演出きたじゃん。さあラストにふさわしいっていうか、もう今日やばいけどな、ふさわしいとかレベル超えてるけどな今日。1枚目、あ、堀選手、なんか S になったことないよね、あんのかな、最近の選手っすよね、ごめんなさい、あの知識が浅はかですねさあ2枚目、おお、三馬選手、三馬選手でも A がなあんま当たってないんよね。いやめっちゃすごいっすよね、移籍しても活躍して。さあ3枚目、選択契約書取った時に、いやー鈴木誠也選手でもいいなーって言った選手が出ちゃった、やばい、今日 S の選手量もやばいし質もやばい、やばい。ライト太田大志選手から交代説ありますね、鈴木誠也選手。さあラスト、ラスト、うおー、銀次選手、銀次選手もちょこちょこ A 当たってんだよな。いや無課金アカウントもだいぶ強くなったな鈴木誠也選手は大当たりですね、嬉しい。で、まあ、選択契約書はギリギリになったら引きます。はいはい、ということで本日の無課金アカウントの動画いかがだったでしょうか。いやなんか一気引きいつもやってるけど、やっぱ無課金でやるとちょっとなんか変な緊張感あったんですけど、ここ最近の一気引きで一番神引きじゃないかな。いや無課金で貯めてみるってのもね、なかなかいいですね。まあ今後は貯めないでね、あの普通にちょこちょこ引いていこうかなと思うので、次の無課金の一気引きはまあグランドオープンとかかな。はい、ということで無課金のアカウント今日も見てくれてありがとうございました。皆さん無課金頑張っていきましょう。ということでこの動画いいと思ったらぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。チャンネル欄のこの通知ボタンを押していただけたら、動画があったらすぐに通知が飛んでいくので、そちらの方も押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。